オイラ、もともとロストの一員だったんだ。ゼロ、てめえロストだったのか。俺様たちを騙しやがったな。落ち着け、レッドマグナス。私、騙すのは大好きですけど、騙されるのは大嫌いですの。詳しく聞かせてくださらない？勘違いするなよ。オイラはもうロストじゃない。ロストから抜け出すのは容易じゃないはずですよ。よっぽどのことがあったんですね。ああ、いろいろとな。オイラがロストに入った理由は簡単さ。他に生きる道がなかったからだ。生まれ故郷の魔界がロストに滅ぼされた時、オイラは服従か死かを強制的に選ばされた。やむなく服従を選んだオイラに与えられた仕事は囚人たちの世話係だった。せっかく生き延びたっていうのに、何一つ生きる希望もなく、ただ生きているだけの毎日だった。そんなある日、憧れの大魔剣ゴルディオンと出会ったんだ。魔帝ボイドダークとの戦いに敗れたゴルディオンは脇腹に深い傷を負っていた。でもオイラには信じられなかった。あの大魔剣ゴルディオンが負けるなんて絶対におかしいと思った。世話係のオイラがやるべきことは、まずゴルディオンの傷を治すことだった。毎日付きっきりで看病し、消毒と包帯の交換をした。その時さ、脇腹の傷が新しいものじゃなく古傷が開いたものだと分かったのは、傷が回復して動けるようになるまでは毎日の食事もオイラが食べさせたんだぜ。最初は一言も喋らなかったゴルディオンも、そうしていくうちに少しずつだけど心を開くようになってくれたんだ。憧れのゴルディオンと話せるなんて本当に夢みたいだった。食事の度、包帯の交換の度に、あれこれ超魔流の技のことを聞いちゃうんざりした顔をされたもんさ。それでもオイラが真剣に強くなりたい、ロストを抜け出したいんだって話したら、一つまた一つと技を教えてくれたんだ。なるほどな。そして教わった技を使ってロストを抜け出したというわけか。ああ、大体そんなところさ。